どうも、ヒトです。今回ですね、ドラマであったり映画の脚本家である野島伸司さん、こちらの方が原作、脚本を務める完全新作のオリジナルアニメーション、ワンダーエッグプライオリティですね。こちらの1話を見た感想っていうのを正直に、最初ネタバレなしで、後半はネタバレを少し交えつつ話していきたいなというふうに思います。いわゆる野島脚本と呼ばれるやつですね。私自身はこの野島さんの作る、ドラマだったり映画って見たことはないんですけれども、非常に注目度も高く、また PV のね、クオリティもかなり高かったということで、非常に楽しみに見させていただきましたし、冬アニメのね、派遣校の一つなんじゃないかなと思って、今回ですね、感想を話させていただきたいと思います。まずですね、ネタバレしないで、めちゃくちゃ正直に、一言で表すとすると、正直、まだ理解しきれてないっていうところが本音なところで、やっぱ話が難しいなと思いました。はい、担当直入に言うと。はい。なんかもうすごい不思議な世界観を持ってるのはこの作品だと思って、とにかく結構重い雰囲気であったり、いじめだったり孤独なんかを扱っていくアニメなのかなっていうのは分かりました。うん。で、想像以上に、もともとね、PV とか見る感じ、不穏な感じというか、結構重い話になってきてます。結構重い話になってきそうだなっていうのは感じてたんですけれども、やっぱ想像以上に重くなってきそうだなっていうのを感じましたね。で、野島さん、この野島伸司さんって方はもともと結構重めの題材を扱う方みたいなんですけど、私見たことないんでまだ分かってないんですけれども、その世界観をうまく引き継ぎつつ、またそのドラマだったり映画で表現しきれないような内容をやっているんだなっていうのはすごいね、よく分かったような感じになってましたね。多分野島さん今回アニメを作られるって初めてだと思うんですけれども、そのアニメでしかできなそうな、こういう題材を扱ってるなっていうのも感じました。で、正直ね、その理解、わからない部分、結構難しい話だなっていうのが第一印象なんですけれども、やっぱりね、作画だったり、演出面、音響とか、その辺の目を見ると、やっぱ本気の中でもトップクラスのクオリティだなっていうのはすごい思いますので、まだね、今後の展開が正直全然読めないっていうこともあって、もうこれマジでおすすめ、早く見ましょうとか言うのはできないんですけれども、やっぱその今期の冬アニメの覇権になる、その可能性を大いに秘めた一話なんじゃないかなというふうに思いましたね。やっぱ作画と演出が良ければ、あとはシナリオさえ良ければってところで、1話ね、正直まだ1話で分かんないってよくあることなので、2話、3話進んでいくにつれてね、もうこれめちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ刺さるなっていう作品になる可能性は大いになるのかなというふうに思っております。うん。なんですけれども、やっぱ今期の中で言うとかなり難解な話、難しい話の方だと思うので、裏世界ピクニックとかもやってますけど、この辺もね、結構難しい話なんですけれども、そんな感じで、多分、全部をアニメの中で説明するわけじゃなくて、僕らがしっかりそこの、いろんな一つ一つの行動だったり変化から読み取って、あ、これはこういうことだなってわかるアニメだと思うので、ちょっとね、話は難しいかなって感じるので、やっぱね、これ何の話？これ何このアニメみたいなね。野島さんのファンの方とか、元々の方、ファンの方が知られてる方はね、もちろん4話、5話とかもちろんすごい見てると思うんですけれども、やっぱ初見で初めて、野島さんの言葉も何も知らない中で見たら、なんだろうこのアニメってなると思うので、やっぱリタイア勢、その1話、2話で切ってしまった人も結構出てくるかなというふうには思ってます。うん。でもやっぱその続きはね、めちゃ気になるというか、この世界観は何なんだろうとか、この話何なんだろうってすごい感じたので、すごい気になりますし、早くですね、2話3話と見ていきたいなというふうに思っておりますね。うん。っていう感じがネタバレなしの感想になります。で、ここからですね、ネタバレありで感想を話していきます。そんなにめちゃくちゃネタバレするわけじゃないんですけれども、ぜひですね、これより先は1話まず見てから聞いていただけたらなというふうに思います。で、今回ね、ここからネタバレありということで、私自身話はね、正直よくわからなかったと言ってるので、いろいろね、調べてみました。自分自身でも。で、わかんないところを保管しようと思って調べてみたところ、どうやらですね、この作品、ワンダーエッグプライオリティっていうのは、自殺してしまった友達を生き返らせるために、異世界で戦うお話、みたいな感じで説明されてたんですけど、そうなんですよね。多分、そんな感じかなと思ったんですけども、やっぱ自分の理解力が足りないのか、そんなにね、ところはね、描写はありましたし、夢の世界ね。夢の中の世界。これ現実なのか夢なのか分かんないみたいな境界線もありましたし、その友達らしき人は死んでるっていうのは分かったんですけれども、亡くなってるかな。亡くなってるっていうのは分かったんですけどね。やっぱ理解はまだしきれてない。これを聞くと、ああ、そうなのかなぐらいで。多分そうなのかなという感じで、ぜひですね、この作品のことをよく分かったという方は、コメントとかで教えていただけると嬉しいんですけれども、正直ね、調べてようやく分かるレベルなかなりね、1話の描き方としては難しいというか、ぼんやりしてるっていうのかな。メッセージ性は強いんですけれども、伝え方としては、めちゃくちゃ上手いわけではないのかなっていう、あえてね、多分ぼんやりさせてるんだと思うんですけれども、そんな感じかなと思ってます。で、私自身ですね、最初見て分かったって
点というのは、まあ、主人公がそのいじめを受けているオットアイの少女ですね、オートアイちゃんとかな、っていうのはまあオットアイの少女がまあそれをコンプレックスにしていて、またいじめを受けていると。でその彼女が自分自身にそして世界に立ち向かっていく、そんなお話だっていうことは分かりましたね。でこの自殺してしまった友達を生き返らせるべく異世界戦うみたいな話ではあんま、まあ、異世界みたいなところ戦ってるのは分かったんですけども、うん、まあ、汲み取れなかったんですけど、多分そういうことなのかなと思ってます。うん、まあ、その友達らしき人が、ね、亡くなってる描写とか、まあ、それでうずくまっちゃってる描写とかもあったので、うん、そんな感じなのかなと思ってます。で今回の1話はですね、まあ、いきなりセミの抜け殻のカットから入った人は、もっとはこれ、あ、結構重めな感じなんだなっていうのはすごい分かったんですけれどもね、なんか卵からまあこれ結構ネタバレなんですけど、卵エッグですよね、エッグからいきなり人がバーって出てきて、え、人出てくるのみたいなうん、こういう衝撃はありましたし、なんか顔にモザイクをねかけられたキャラたちだったり、なんかよくわかんない、なんか敵みたいなやつらがバーンと襲ってくる、なんか作画のクオリティも高いこともあって、より怖いというかホラー感がすごい出てますよね、うん、って思ってましたね。この世界どうなってんだろうみたいなね、これ夢の世界、夢の中の世界なのかな、それとも現実なのか、それとも違う異世界なのかなっていう、なんか一体どうなってるんだっていう、とにかくなんか謎が謎を呼ぶというか、うん、すごい不思議な作品だなっていうのを感じましたね。重いテーマを扱う中でこんだけなんか不思議な世界観を持ってくるって、なんかすごい組み合わせだなっていうのをすごい感じました。でやっぱね、その続きがめちゃくちゃ気になる、もう今すぐ2話3話と見たいなっていう感じる作品でしたので、今後はね楽しみだなというふうに思います。やっぱその、まあ、最初も言ったんですけれども、作画の面だったり演出の面ってすごい高い、かなりクオリティ高い作品ですので、このシナリオはねバチッとハマればめちゃくちゃ面白い作品になってくるのは間違いないかなというふうに思っております。という感じですね、今回の感想、ワンダーエッグプライオリティ1話の正直な感想の動画は以上となります。本を見てくださってありがとうございました。私のチャンネルですね、普段アニメやったり漫画に関するお話ししてますし、最近だとね冬アニメが始まったということで、その感想動画とかね、あとランキングの動画、まあ、週刊アニメランキングとか1話のおすすめランキングとかも上げると思いますので、こちらはまあ続々出しておりますので、ぜひですねこれを機会にチャンネル登録やって高評価していただけると非常に嬉しいです。でまたですね、ワンダーエッグプライオリティもすごい面白くなってきたなとかいう感じたら、また動画出すと思いますので、ぜひですねそれもお楽しみという感じです。ではですね、本当ここまで見てくださってありがとうございました。それではさよなら。